氷山に消えた破壊大帝。同じ頃、サイバトロン本部では、無残な被災地はすでに5カ所か。突然の無差別攻撃、デストロンのやつやけに焦り出したな。各基地に戒厳令は出したが、一度に数カ所が襲われたらとても手が回りませんよ。それにしてもガルバトロンが乗り出してこないのが気に入らん。部下に働かせて自分は高みの見物か。待てよ、そういえばメガザラックのやつも姿を見せてない。つまり他に何か大きな企みが。あるいはもしかすると。もしかすると。とにかく敵の攻撃に踊らされるだけでなく、できる限り多くの情報をキャッチしたい。任せてください。敵の狙いが何か必ず手がかりをつかんできます。頼んだぞ。いいか、どんな小さなネタでもいいから探ってくるんだぞ。了解。おっと、俺もこうしちゃいられん。トランスフォーム。おい、出撃するつもりか。傍若無人のやり方、これ以上黙って見てられんからな。もちろんだよ。ウルトラマグナス亡き後の地球、命を懸けても守りたい気持ちは痛いほどわかるさ。ありがとう。しかし各地からの情報は全て君のところに集まるんだ。もし君が出撃してしまったら情報は混乱する。こちら第8基地、敵襲です。至急援軍を送ってください。言ってる間にこれだ。そっちは俺たちが引き受けた。みんな行くぞ。おう、ランスフォーン合体。頼むぞ。サイバトロン第三守備隊が襲われました。おまただ。ランスフォーン合体出撃。言った通りだろ、みんな君が頼りなんだ。僕たちも精一杯戦うから心配しないでくれ。うん、その代わり俺の前に敵が現れた、思う存分やらせてくれよ。その時は頼む。一方その頃、デストロンの本拠地ジャール星では、シクショとその調子だ。あんなに夢中になっても大した褒美もらえないのによ。ほんと適当に手抜かねえとよ、早くガタガくんのんな。何をブツブツ言っとる。はい、いや別に何も。シックスショットの見上げた働き、少しはお前たちも見習え。はい、もう武将の鏡と尊敬しております。我々には真似のできない七変化、一度秘訣をご指南いただきたいものと思っております。お前たちにはまず無理だ。そりゃねえよな。エネルギーはまだそっくりそのままあるし、ガルバトロンも動く気配がない。一体何を考えてるのかな。そこで何をしていた。あ、これはガルバトロン様、そこにいらしたんですか。わしに何か用か。実はそのサイバトロンヘッドマスターズの動きがどうも気になりまして。何か企んでいるのか。シックスショットがあれほど暴れているというのに、フォートレス以下は全く出動しないんです。じれったいな、早く結論を言え。つまり防備手薄なこのジャール星を一気に攻撃する腹ではないかと。お前の推測か。はい、そうですが。裏付けもなくくだらん推測、いちいち報告するな。わしは忙しいんだ。はい、するといよいよ何か計画を。夢と温めてきた史上最大の作戦だ。これからすぐに地球に出動する。史上最大の作戦ですか。今にわかる。くそ、もう一押しで聞き出せたのに。とにかく早く総司令官にこのことを。さて一休みすか。おい、たぶねえ。あいつ何慌ててんだ。ガルバトロン様にお目玉食らったんじゃねえの。め、そんなとこだろうな。ついにガルバトロンは乗り出した。
地球をボディに改造して超巨大化を企むガルバトロンの恐るべき野望は果たして成功するのだろうか。このままじゃいけない。トランスフォーム。これでよしと。ガルバトロン出動の情報は即刻フォートレスに報告された。ガルバトロンの休み動き出したか。史上最大の企みってまさか地球を爆破するつもりじゃないだろうな。あり得るな。え？エネルギーを集めた理由もこれでうなずける。そんなことさせてたまるか。何としても阻止してやる。シックスショットの活動が無駄になりませんか。爆破するつもりなら。おとり作戦かもしれん。我々の目をそっちに向けておいて爆破計画を進める。なるほど。それならメガザラック消息不明の謎も解ける。つまりメガザラックこそ爆破計画の先行体か。サイバトロンの第11エネルギー基地で確かにメガザラックを見たんだな。あそこです。よし急ごう。お、いたぞ。サイバトロン戦士は全滅か。おそらく SOS を発信する間もなくやられたんでしょう。まだ生き残っている戦士がいるかもしれん。行ってみよう。誰か来ます。何？シックスショット。どうしてここへ。攻撃作戦の途中立ち寄ったのよ。くたまれ。あっ、くたまれ。アルキー、大丈夫か？大丈夫だ。それより、早く総司令官にこのことを。しかし、このままじゃ。いいから行け。早くしろ。俺、シックスショットめ。のくたまりどこだいめ。ガーッ。あ、兄貴。兄貴、きっと助けに来るからな。一方その頃、アセニアのサイバトロン本部でもスパイクたちが心を痛めていた。ひどい。美しい自然まで次々と破壊される。このままだと地球のサイバトロンも全滅しちゃうかも。お願いクロムドーム、早く奴らをやっつけてよ。地球には友達もたくさんいるんだ。もしものことがあったら僕。よし、俺っちクロムドームに頼んでやる。私がやろう。フォートレス総司令官に連絡してみよう。待って、スパイク。総司令官が攻撃をかけないのはきっと何か理由があると思うの。戦うことはいつでもできるわ。でも本当に勝つためには敵の狙いをはっきりつかむことが大事だと思うの。そうだな。じゃあもう少し様子を見てからにするか。なんとかしてガルバトロンの企みを知る方法はないものかな。おっと、この色はデストロン色だったんだ。こそこそしなくてもいいんだ。ややっこしいんだよな、もう。急にドアを開けないでよ。いや、すまんすまん。ところでこんなところで何してるんだ。え、あ、いや、そのこの辺に100円玉落っことしちゃったんですよ。あ、おかしいな、どこへ行っちまったのかな。あ、びっくりした。考えたらこの姿で変か。トランスフォーム。いっそこの姿で、いや、やっぱりまずいよな。トランスフォーム。メガザラックがサイバトロンの第11エネルギー基地にだと。狙いはおそらく地球の爆破。そのための準備工作をしているものと思われます。やつめ、本気でこのわしに逆らうつもりなのか。やつの野望を阻止する前にガルバトロン様のご意見を伺おうと思いまして。その前に見せたいものがある。宇宙の覇者、地球をボディにしたわしの将来だ。
ただしこれを完成させるには優れた多くのトランスフォーマーをわしの部品として使わなければならない。部品だって？特に頭の部分の弱点を補うには増氷や残骸のガラクタではなくエリート中のエリートの体が必要だと言われますと。過酷な宇宙を渡り歩き体と技を鍛え上げたシックスショット、お前はデストロンの中でも屈指のエリート、しかも誰にも勝る忠義の勇者だ。わかるな？もちろん他にも多くのボディを捧げてもらわなければならんが、お前はその第一号だ。驚き桃の木三種の木、こいつはどえらいことになった。急いで知らせないと。今のは確かカウンターパンチ。トランスフォーム、トランスフォーム。総司令官、お願いです。ぜひ私にも同行許可を。シティコマンダーの仇、何としてもこの私の手で取りたいんです。わかった、思う存分戦いたまえ。ありがとうございます。では出発する。待ってください、総司令官。出動。そうか、ガルバトロンのやつ、そんな恐るべき計画を企んでいたのか。敵が仲間割れすればこっちのもの、今こそ叩き潰すチャンスかと思いますが。ここを第二の爆発装置仕掛け地点にするぞ。マグマへの直結装置は OK です。設置箇所は4箇所、あと2つだ。おシックスショット、おのれ。慌てるな、争うつもりはない。そんな古い手、油断させようとしても乗らんぞ。油断は禁物、このままだと我ら二人とんでもないことになる。それはどういうことだ、何が言いたいんだ。信じる信じないは勝手だが、重大な報告がある。何、重大な報告だと？さよう。騙されるな、そんな手に乗ってたまるか。やっちまえ。待て、やつの話を聞いてからでも遅くはあるまい。まもなく第11エネルギー基地上空に差し掛かります。全速前進。来たぞ。次第によってはガルバトロンと対決する。拙者もそのつもりだ。うわ、久しぶりだな、ザラック。トランステクターを渡してもらおう。あれは俺の苦心作だ、絶対に渡すわけにはいかん。だから大いに価値があるのだ。世の中すべて思い通りに運ぶと思ったら大間違いだぞ。なんだと？わしに反抗する気か、ザラック。サイバトロンだ。何？ヘッドマスターズが乗り出したぞ。乗れ、サイバトロン。ガルバトロン、残念ながら野望は知れた、絶対に成功はさせん。なんだと？お前ごときには阻止できん。メガザラック、貴様の計画も必ず潰す、諦めろ。バカが、今から阻止できるか。来い、フォートレス、拙者が相手だ。シックスショットはこの俺に任せてくれ。なんだ、降りてきて勝負しろ、フォートレス。俺たちが勝負してやる、今日という今日は覚悟しろよ。行くぞ、トランスフォームダッシュ。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 オートレスは俺に任せろ。トランスフォームヘッド。覚悟。お前らごとこの子にやられるわしではないわ。
貴、しっかりしてくれ。兄貴。兄貴、俺だよ、スチールジョーだよ。スチールジョーも気がついたんだね、兄貴。よかった。くらえ。しぶといやつらめ、最後のとどめだ。頭だ、頭がガルバトロンの弱点だ。わかった、スペースパンチ。やはりあいつはスパイだったのか。おのれ、止まれ。いやよし、今だ。ヘッドフォーメーションでいくぞ。おお、ヘッドフォーメーション、ヘッドフォーメーション、ヘッドフォーメーション、俺たちのエネルギーだ。いけるぞ。よし、パワー。うどうなってんだ。おのれ、トランスフォーム。うわー、カメント。次はドイツだ。うわー、ダメだ。くそ、バックフォームデス。とどめだ。皆殺しにしてやる。それはこっちの言うセリフだ。ヘッドフォーメーション、すごいエネルギーだったな。はい、驚きました。僕たちにあんな力があったなんて。うん。悪の帝王ガルバトロンは恐るべき氷山の海に藻くずと消えた。しかし地球爆破を企むメガダラックは、シックスショットは何を考えているのだろうか。サイバトロンよ、決して油断をしてはいけない。加速だ、スピード。